ございます。お疲れ様です。佐々さん、もうお腹空いたんですけど、なんかいい店知ってますか？いい検索サイトあるよ。え、なんすか？ジフマップって知ってる？全然知らないです。教えてください。なんすかそれ？どうやってやるんですか？ぜひ3月にね、ジェフがね、オープンしたサイトなんだけど、はい、はい、ホームページこのちょっと下に行ったジフマップってあるから。あ、これか、これか、うん、それでお店が出る検索サイトになっていて、へえ。例えばじゃあお昼なら、はい、業種の、はい、飲食サービス業、はい、検索ってかけるといろいろお店が出てくる。ほんとだ。お、いいね、唐揚げ。いや、唐揚げちょっと唐揚げじゃないか、重いな、ちょっと。あ、さすがにな。あ、ラーメンもいいっすね。あ、いや、ハブはさすがにビール飲めるじゃん。あ、これいいね、お蕎麦屋さん。お蕎麦屋さんなんで、長寿庵ね。はいはい、ここいいじゃないですか。そこをクリックするとお店の情報とか地図が出てきて、はい、アクセスマップのここへ行くってところを押すと、はい、今いる場所から、はい、お店までのルートを検索してくれる。めっちゃいいじゃないですか、これ。すごいでしょ。そうなんですよ。え、しかもめっちゃ簡単。そう、じゃあここ行ってきますわ。はい、はい、もうありがとうございます。すいません。はい、じゃあ今からこのジェフマップを使って行ってきます。行ってきます。あ、ここか。到着しました。それでは行ってみたいと思います。こんにちは。あ、こんにちは。この度はサポートショップの方にありがとうございます。お世話になります。はい、お待ちしておりました。お願いします。どうぞ。はい、いやー、何でしょう。お母さんと言ったらなぁ、どんとかも美味しそうだけどなぁ。ここはお蕎麦で、お蕎麦お願いします。はい、冷たいお蕎麦で。わかりました。盛り蕎麦とザル蕎麦がありますけど、ザルの方が海苔がかかってます。あ、なるほど。じゃあザル蕎麦で。はい、はい、お願いします。はい、ザル蕎麦です。はい、どうぞ。ありがとうございます。お腹すいたら食べますよ。いただきます。うん、これこれ、うまっ。いや、大盛りにしとけばよかった。そば出ないっすよ。あ、出ますよ。週1回ぐらい。うどんか、うどんか、そばか。いかがでしたか？いや、本当に美味しかったです。ごちそうさまです。ありがとうございます。もしよろしければなんですけど、はい、実際にご自身で、はい、あの茹でたそばを、はい、召し上がってみませんか？いいですか？はい、ご用意させていただいてますので。いや、ぜひお願いします。はい、じゃあこちらに。はい、こちらが茹でるまで、はい、こちらで茹でていただいたお蕎麦を、はい、この氷の発達で冷やしていただく。なるほど。はい、こちらが茹でる前の生の蕎麦になりまして、先ほど召し上がった1人前が、はい、これぐらいの量になりますので、はいはい、結構これですね、そーっと掴んでいただいてそのまま入れていただく。はい、2本の箸で大きく大きく外、そこからかき混ぜてください。そうですね。はい、それぐらいでほぐれてるんで大丈夫です。茹で時間何分とか？はい、あのその時のお蕎麦の出来とか、まあ、季節によって違いますけど、はい、大体食べ頃1分から1分半ぐらいで、この釜ならなります。お蕎麦を入れてもこれだけ大きいと釜のお湯の温度が下がりませんので、あっという間になるやろう。はい、で、ご家庭と違ってガスブラナーの位置も端っこになってますんで、あ、お蕎麦が勝手に時計回りにくる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 こうずっと泳いでる感じになりますね。なるほど。はい、こちらの紙で、はい、右側からグイッとすくう感じで、はい、鍋の縁が熱いので気をつけてください。はい、グイッと。はい、そうですね、いいですね。はい、大丈夫です。大丈夫です。はい、そうしましたらこの冷たいお水を1杯かけて、
右手でゴシゴシ洗ってください。冷たいですか？いや冷たいですね。全体的にあの指に熱さを感じなくなってきたら、はい、もう引き上げていただいて大丈夫です。はい、今度はこちらの綺麗な水の中にお蕎麦全部入れてください。ザッと入れて大丈夫です。今度こちらの網で、はい、今茹でなくなったお蕎麦を指で、取っていただいて最終的にここで水を切る形になります。なるほど。はい、そんなに段階があるんですか？そうですね、これだけたくさんのお水を使うっていうことですね。これでお蕎麦が、はい、はい、新井選手の茹でたお蕎麦は出来上がったので、はい、はい、ザルに盛り付けまして、なるほど、ご自身で召し上がっていただきます。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。盛り方とかあるんですか？綺麗にまんべんなく、はい、持っていただければ大丈夫です。はい、じゃあこれで完成になります。はい、完成しました。めっちゃ美味しそうです。はい、食べたいです。はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。新井選手が茹でたおそばです。はい、はい、どうぞ。はい、またいただきます。海苔なしですからね。うん、おいしい。これ多分人生で今日しか多分やらないですからね、こんなこと。お蕎麦屋さんにならない限り。いかがでしたでしょうか、ご自身の茹でたお蕎麦は。いや、本当に美味しかったです。よかったです。ありがとうございます。ちなみに、新井選手は、はい、他に何かこう好きな食材とか、はい、料理とかってあるんですか？野菜が好きなんでね。玉ねぎとか、はい、やっぱかぼちゃとか、あ、いっぱい食べますね。もしよろしければ、はい、そういった具材を使って、はい、うちの店と、はい、新井選手の方で考案した、はいはい、コラボメニュー的なものを今回考えてみませんかと思ってるんですけど、はい、ぜひお願いします。それはよろしいですか？はい、はい、じゃあうちは一応はい、いくつか野菜は天ぷらで出してるんですけど、はい、やっぱりスポーツ選手だと揚げ物は、はい、そうですね、はい、難しいと思いますので、はい、なるべくそういったものを使わないような方法で、はい、うちがよく作るのが、はい、かぼちゃの天ぷらがありますので、はいはい、そのまあかぼちゃの、はい、具材を使って、はい、ポテトサラダってあるじゃないですか、はいはいはい、ポテトサラダのポテトを丸々かぼちゃに置き換えた、はい、かぼちゃサラダっていうのをよく作ったりしてるんで、あ、そうなんです。で、そこに先ほどおっしゃった新井選手のお好きな具材、玉ねぎですとか、はい、あとはきゅうりとか人参とか、あ、なるほど、はい、そういったものを彩りで添えてお作りすることはいいですね。はい、はい、できますんで、はい、よろしくお願いします。かしこまりました。はい、お願いします。はい、頑張らせていただきます。はい、お願いします。楽しみです。新井選手、はい、今日はいかがでしたでしょうか？いや、本当に貴重な体験をさせていただいたんで楽しかったです。ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。そこでこれを作ってみたので、はい、ぜひよろしければお店の方に、はい、配っていただけたら、はい、ぜひぜひ、はいはい、よろしくお願いします。じゃあご来店されたお客様に、はいはい、お配りさせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、かしこまりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ゆうたです。けんたです。翔太です。ジェフマップ使ってみてね。バイバーイ。